お疲れ様です。それでは第2週目、2024年の1月8日から12日までをちょっとテクニカルでね、占っていこうかと思います。まあ、おおむねお話したところによると、ファンダメンタル的には月曜日は休んでくださいということになります。これ月曜日ね、日本市場がお休みなんですよ。ですんで、こういう時はやらない方がいいと思います。まあね、XM 証券ご覧の方は相場の動き見れますんで、ついついエントリーしたくなるんですけども、まあ、普段の月曜よりさらに難易度上がりますからね。やらない方がいいんじゃないかなと思いますね。で、同じように金曜日も仕掛けない方がいいと思います。木曜日の夜に結構大きな材料と言いますので、普段の金曜よりは難易度が上がります。ですんで、仕掛けるにしても午前中しっかり計画を立てて、午後からワンエントリーぐらいかなと思いますね。当然私の方では月でも金でも放送はいたしますけども、重点でテクニカルで勝負していただきたいのは火水木ということになります。ですんでね、火曜日あたりから仕掛けて、水曜日はしっかりと稼いで、木曜日もさらに、稼ぎを出していただきたいかなってところですね。今年初めての挑戦になりますので、勘を戻しながら、ワンエントリーでもツーエントリーでもね、勝負を仕切ってもらいたいと思います。で、今ご覧いただいているのが月足なんですけども、一旦下落したこの流れっていうのに反発が起きてますよね。でもこれは一時的なものだと思います。当然テクニカル的に見ると、乖離が起きてますんで、移動平均線に近づくのはその通りなんですけども、まあ、当然、月足になってくると、テクニカルというよりも、ファンダメンタルの要素がでかいですからね。これは、数々の放送を見て、報道ですね、報道を見て、反発が起きたところではないかなというところですね。で、この反発に対して、また揺り戻しが起きるというふうに考えられますので、これね、月足ですけども、1月っていうのは、ここで上昇ストップして、下落の方に落ち着くんじゃないかなと思います。もちろんこの陽線っていうのは確定してませんから、まだ何とも言えないところがありますけどもね。ただ陽線は陽線で終わるんじゃないかなと思います。そのぐらいぼんやりと思っておけばいいんじゃないかなっていうところです。次、週足の方をご覧いただきます。週足なんですけども、一旦ですね、数々の報道を受けて下落幅が取りましたけども、やっぱりこれね、売られすぎっていうところがあって、買い戻されたところがこの1週間の、こちらのね、陽線になってるのかなというところですね。で、しっかりとこの陽線が確定していただいて、このヒゲ先ですよ、ヒゲの大きさがどのくらいになるかなってことで、次の週を見ることができると思います。例えばヒゲの長さがもうちょっと長くなって、実体が小さくなるようでしたら、もう上の動きはないよねってことですね。逆に、この先、確定するまでに実体が埋まっていって、ヒゲ先が相対的に短くなるようだったら、上昇の連続があり得るっていうふうに判断します。もちろん、ヒゲ先が全部埋まるぐらいの陽線でしたら、これは強い陽線になりますから、上昇がある一定のね、間隔で起きるというふうに捉えていかなくてはなりません。おそらくこれでしょうね。だからもう上昇にはもういかないっていうことの宣言の陽線になると思います。はい。そして、デイリーの方に、時間軸が移ってきます。いよいよ取引に直接関係がある、そんな時間軸ですけども、これ、下落トレンドが否定されてないっていうふうに判断した方がいいでしょう。上の方に一旦突き抜けそうになるぐらい強い陽線だったんですけども、大きくヒゲを出してね、下ヒゲも出てるんで気になるところですけども、これは下に押し戻されるんじゃないかなと思いますね。ただし、このデイリー、陽線っていうのはまだね、確定してませんから。これは1月8日月曜日に日本市場が休んでるんですけども、どのような形で終わるのかってことを注目して、正確な判断していこうかと思います。さあ、そして4時間軸になります。4時間軸はずっと下落トレンドで来ていましたけども、ここを突き抜けて上昇トレンドに転換したように見えますよね。で、ここでは上にも下にも行くような形になってますんで、迷いが生じてます。ですんで、ここもね、月曜日、幸いにしても取引が難しい月曜日、祝日になりますから、やっぱり観察するのが一番いいでしょうね。エントリーってのはリスクを高めるだけであって、あんまりいいことはないです。はい。そして、1時間軸を見ることになりますけども、これまさに迷った状態ですよね。ダイヤモンドみたいになってますね。ダイヤモンド覚えてます？ こうね、ダイヤモンドができてますけども。どっちに抜けてもあり得る形かなと思います。だから、怪我の功名というかね、月曜日が祝日になってることによって、しっかりと観察をできるでしょ。
だから月曜日は細かく見に来なくてもいいんで、1日が終わった後に火曜日からの動きってのを実は想定しやすくなるんじゃないかなと思うんですね。今の時点でだからこれが上昇継続になるのか下落に転じるのかってことははっきり言えません。月曜日観察していきましょうってことになります。ただそれだけです。それでは以上のようにしておきましょうか。今週もよろしくお願いします。